さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。この時間からは頑張れ南葛 SC サッカー番組でお付き合いの15分ということになります。 MC を務めます吉本興業の井上真と申します。そして今日もご陽気なこの方です。南葛 SC 浅田です。よろしくお願いいたします。さあ浅田さん、いよいよですね、今週末にまた試合が迫っているということでございますけれども、チームの方の調子なんかも今日伺っていきたいんですけど、浅田さんの調子はどんな感じですか？ぼちぼちです。ぼちぼちですね、わ、はい、かりました。そんなぼちぼちな浅田さんとですね、はい、今日も東京都リーグから J リーグを目指します葛飾区の我々のサッカーチーム南葛 SC の情報盛りだくさんでお送りしてまいりますということですね。それでは今週も行ってみましょう。ご視聴ください。今週も頑張れ南葛 SC キックオフ。さあ改めまして吉本興業井上真でございます。そして中津市浅田です。いやー浅田さんね、今東京都リーグは何試合終えてるんでしたっけ？ちなみに今中津は3試合です。3試合終えまして、はい、我々は、2勝1引き分けということですね。そうですね、はい、無敗でございます。そして順位の方は4位につけていますということで、まだ序盤ですからね。そうですね、これの順位を伺っていこうと、はい、ちなみに我々、去年は優勝しているということですね。この東京都社会人サッカーリーグ一部についてちょっとご解説をいただくと、上位3チームに入れば、昇格トーナメントに出れるということなんですよね。そうですね、目指しているのは関東リーグ、はい、関東2部に来年度昇格するっていうのが目標でやってますので、1年1年ステップアップですね、はい、うん、東京都リーグの場合には、シーズンが15試合終わった状態の中で、はい、16チームで争われております、はい、3位以内に入ればその関東リーグに昇格するための入れ替え参入戦のトーナメントに参加できるっていう流れですね。まあ、地域が昇格の時に関係ない場合は優勝すればね、今までみたいにこうググッと上がってこれるんですけど、次のステージは関東ということなのでね、全国県リーグの、関東中の県リーグの優勝者と戦っていかなきゃいけない、上位とトーナメントしていかないといけないということですね。そうです。昨年はそこで敗れてしまったということで、はい、悔しい雪辱の思いを期すためにも、そのステージに立つためのまずリーグ戦15試合が続いているということになりますよね。ということで、まあ、いろんなチームがありますよね。八王子 FC もあります、三菱 UFC もアローレ八王子ね、そして明治学院スカーレットもやりましたけれども、まあ、いろんな東京都の強豪とお手合わせしてるということですから、次の今週末28日になりますけど、浅田さんどうですか、はい、対戦相手は、駒澤大学漁湖世田谷っていうチームですね。はい、はい、こちらはもう大学生のチームということになりますよね。そうですね、大学生ですね。これは社会人サッカーということなんですけども、大学生のチームも混在しているということになってるんですよね。ですから生きのいい若者ともしっかりこう仕事しながら、ね、サッカーをやっている我々社会人チームがこう相まみえていかなきゃいけないという、ね、大きな、ね、敵が立ちはだかるわけですけども、そうです、ね、はい、やっぱ学生と、ね、はい、社会人のサッカーっていうのはいろいろ差があったりするっていうこともちょっとちらっと伺ったりしたんですけど、その辺はどうですか？まあ我々も週4回平日練習してますし、はいはい、週末は必ずトレーニングマッチとか、うん、まあ、公式戦が入ってますので、はい、まあ、週5回トレーニングをしてますけども、うん、学生の前にはほぼ毎日のように、まあ、一緒にトレーニングやってるっていうところもありながら、はい、まあ、まあ、クオリティ高い選手も多いですので、うん、まあ、そういったところで、まあ、なかなか厳しい状況、厳しい対戦相手になるかなと思いますけども、まあ、今までの社会人の相手と違うのはやっぱり総力といいますか、若さで来るって勢いがある可能性があるということですよね。まあ、うん、そうですね、うん、それは十分あると思いますけども、うん、まあ、当然我々のチーム南葛 SC に関しても、はい、その大学リーグでやってたりとか、まあ、そうですよね、まあ、あとは J リーグでやってる選手も多いですので、うんうん、まあ、そういったところの選手に逆に、はい、まあ、プロの選手とはというところも見せられればなとは思いますけども、うん、そうですね、はい、がっぷりこう受け止めて、元 J リーグでやっていた選手というのはちなみに今南葛 SC に何人ぐらいいるんでしたっけ？今、はい、8人が J リーグの経験を持っている、はい、その中には、まあ、ブラジル人選手でもありますが、ホドリゴ・カベッサ選手を含むということですね。そうですね、ですよね、はい、チームの方のそんな南葛 SC ですけども、調子はいかがですか？調子は、はい、うん、怪我人もだいぶ戻ってきましたので、だいぶ調子も良くやってますね。おうおうおう、はい、
もうほぼほぼベストメンバーで臨める週末になりそうですか。そうですね、まあ、毎週ベストの選手を使うっていう形ですね、うん、ベストメンバーというよりは。なるほど、はい、これはもうそうなんですよね、あの J リーグ経験してないに関わらず一番練習の中でコンディションのいい選手を使う、まあ、サッカーで言ったら、ね、当然のことですけれども、その辺のこう世代交代といいますか、なんていうんですかね、こう世代間というか立場間のこう競争も激しくなってきてるわけですね。そうですね、うん、競争は日々激しいですね、はい、はい、やっぱりこう練習もバチバチ熱か紅白戦なんかだとレギュラー争いはもうなんていうんですか、罵声が飛ぶような激しさがあるわけですか、うん、まあ、うん、毎回のやっぱトレーニングマッチは激しいですね。お、はい、なんかあの先週対外試合といいますか、まあ、あったということなんですけど、ボンズ市原、はい、ね、これはあの関東リーグ一つ上のカテゴリーですか。二つ上です。二つ上、一部にいます。なるほど、はい、非常にあの力のあるチームということですが、はい、まあ、あの勝敗とかね特に使わないと思うんですけど、どのぐらいの手応えは浅田さん、浅田コーチ的にはベンチから、ね、まあ課題の部分がいっぱい出たかなと思うんですけど、まあ 今やってるトレーニングでやってることも少なからず出せたので、うん、まあ、まあ結果内容に問わず、まあ、非常に良いトレーニングマッチになったかなと思います。なるほど、はい、ちなみに今取り組んでることっていうのは差し支えなかったらどんな感じなんですか。いや、まあ、あの、うん、同じ選手、まあ、いろんなカテゴリーでやってきた選手とか、はい、まあ、いろんな他のチームでやってきてますので、うん、まあ、そういったところの意思の疎通といいますか、狙ってるところを合わせるっていうところが重きにありますね、はいはい、今ちなみに、選手の中でリーダーシップを取っている、まあ、福西監督ね、福西隆監督以下みんなやってると思うんですけど、リーダーシップを取っているのは誰になるんですか。まあ、一番はやっぱキャプテンですよね、うん、安田光大。あ、安田光大、はい、元ね愛媛 FC そしてヴェルディの下部組織でした。ガンバでしたっけ。ガンバですね、ガンバ大阪の下部組織で育ちました、はい、安田光大選手、まあ、若きキャプテンということですけど、まあ、今季はね非常に調子もいいですし、なんか受け答えもちょっと大人になってきたなみたいな感じが、そうですね、ね、するんですけれども、はい、それは浅田さんから見てやっぱり浅田さんが育てたみたいなところですか。全くないですね。キャプテンシーはあ、そうですか。今年に関してはすごく発揮してくれてますので、まあ、今チームを引っ張っているのは安田かなと思いますね。おー、はい、ね、ぐいぐい、あの年上のね先輩元 J リーガーもいる中でということですね。まあ、もちろんそうですね、うん、はい、青木武にせよ、まあ、他の選手にせよ、はい、年齢上の選手はいますけども、はい、まあ、その中で、いい中間を取って、うん、いいバランスを取ってやってくれてますね、はいはい、週末の試合の話にちょっと移っていきたいなと思うんですけども、はい、これ結構多くのね暖かくなってきましたしね。そうですね、このお客様に駆けつけていただきたいんですけれども、はい、これアクセスは今週はホームゲームじゃないってことですね。そうですね、今週はアウェーゲームですので、あの対戦相手が取ってくるグラウンドでやるっていう形ですけど、なるほど、千葉の方の、うん、これは東京トリグでありながら、まあ、千葉ということもあるんで、ね、開催地はちょっと四街道の方ですので、はい、若干遠い場所でやりますので、うんうん、はい、まあ、もしお時間ある方はぜひご来場いただければと思いますけども。ちなみに場所の方は何ていうところなんでしたっけ。あの千葉敬愛高等学校内黒田グラウンドですね、はい、ちょっとそこはあの行ったら入れたりする。もちろん入れます、ね、はい、大丈夫です。ネットワーキングまで来れるという。そう、ちょっと私も行ったことないんで、なるほど、どういう状況なのか分かんないんですけど、はい、ぜひちょっとお調べいただきつつ、はい、皆さんに、ね、来ていただければと思いますけども、やっぱりお客さんも増えてきている中でね、葛飾区に南葛 SC ありというのをこうこの番組でも毎週こうお伝えしていきたいなと思ってるわけですけれども、増田さんの周辺もなんか変わりました。こうなんか弟子聞いたことあるよとか。そうですね、やってるねみたいな、はい、あの、うん、皆様から結構激励の言葉をいただくことも多くなりましたので、うん、はい、だいぶあの葛飾区の皆様方にも知っていただけるようになってきたかなとは思いますけども、はい、J リーグ、まあ、J リーグを目指すというね元でやっておりますけれども、まあ、ある種こうサッカーを通じていろんな方と触れ合っていくというのが、まあ、第一目標でもありますもんね。そうですね、まあ本当に葛飾区が言ってくださっているように、うん、スポーツで地域を活性化っていうところの、まあ、一つを担ってると思ってますので、うん、まあ、そういったところで、まあ、週末のこう何か、エンターテインメントとして、うん、そういった場所でそういった選手が活躍している姿が、はい、まあ、エネルギーになってもらえればなと思いますけども、うん、ね、そうなっていくとだとそこでねお仲間に会えたりとか、まあ、Gリーグがある地域にはねよくあるような、まあ、Gリーグないというか、まあ、Gリーグ目指している大きなチーム、まあ、関東リーグに所属しているチームですとか、そういうボンズ千葉さんなんかももちろんそうですけど、うん、
っぱりそのコミュニティがありますもんね。そうですね、応援してくださってる方同士のコミュニティであったりとか、うん、出会いもあったり、もちろんそれはあの設備とかいろんな環境を整えませんとサッカーリーグは上に上がっていきませんから、そのちびっ子たちのねスクールであったり下部組織なんかも整っていて、そこのお仲間とかね、うん、そこで出会った子たちが大きくなってみたいなのもありますもんね。ありますね。そうですね、まあ、実はね、はい、南葛 SC のそのねジュニアユース育ちの男の子もね、もう全国高校サッカー選手権に先日ね出場するという。そうです ね、はい、着々と育ってきていると思ってますので、ね、浅田、まあ、浅田塾みたいな感じですね。いやいや全然違う全然みんなが選手たちが頑張ってくれてますんで、まあ少なからずそういった選手がまた、うん、大人になった時に、うん、トップの選手になれるように一人でも二人でもなってもらいたいなと思います。なんか是非ね戻ってきてトップチームとしてやってもらえるっていうね、はい、そんな、 なんか未来も描きつつということで、まあでも本当に商店街なんか歩いてましてもラジオ聞いたよとか、あ本当試合いつなのみたいな、そんな感じをすごい感じますんで、なんかねお客さんの中にもすごく、まあでも他の区から他の市から来てる人もたくさんいるようなね、はい、中の方だけではないみたいですね、はい、キャプテン翼のパワーといいますか、ね、高橋陽一先生のパワーみたいなのも非常に感じながらしていただいているわけですよね、うん、というわけでございます。もちろんね、昇格というのが一個の目的ですけれども、人が集まる場所にするというのが我々この、ね、放送部の目標でもありますので、必死とやってるわけでございますけれども、なんか浅田さんからお知らせみたいなのありますか、チームから。まあ、サイトにね動画がすごい出てますんで。そうですね、あと、ね、まあ、スケジュールに関しても、はい、毎週毎週といいますか、うん、常に最新の情報を流させていただいてますので、うん、ぜひご確認いただいてグラウンドに来てもらいたいなと思いますけども、ね、浅田さんがもう編集して、ね、加工した動画がもう出てます。それは試合の動画でありますし、スケジュールなんかもねチーム一丸となって更新してますんで、うん、まあ、なんかぜひで検索していただいて見たら結構全てが分かる。そうです ね、 はい、ね、浅田さんはもう洗濯もやってますしね、ちびっこの指導もやってますしね。いや、ちびっこの指導は今年から今してないんですか。今年からやってないです。はい、いろんな大人の会議にも出てますしね。そうです ね、 ね、はい、そんな中でもうね本当ですよ、もうコンビニでお菓子も買ってますしね最近お菓子は食べてないです。最近ちょっと走ってんですよね。走ってますよ。はい、なんかちょっと痩せてきたね浅田さん。そう、締まってきましたね、はい、だいぶ、うん、夏に向けて、はい動ける体作りなるほど、まあ、選手が本当に一生懸命、ね、仕事やりながら、うん、週4回5回のトレーニングやってますので。そうですよね、すごくですよね、まあ、ちょっとそういったところは意識して、まあ、あと福西監督が、はい、シュッとしてますんで。ああなるほど、はい、先生浅田さんも刺激になってるわけ。もちろんですね。いいじゃないですか。やっぱ隣でブクッとしてるわけにはいきませんので浅田さんも全然ブクッともっとしてるわけじゃないですけど、はい、確かに元日本代表福西隆、ね、シュッとしてかっこいいですよね。シュッとしとるんですよね、はい、100m 向こうから見てまあスターがおるなと、はい、まあ、もちろん背も高いんですけども、確かにそれはちょっと浅田さんにとってもいい影響なんですね。いやいや、まあ、スターがいるっていうのはやっぱ ね、まあ、刺激になりますし、すごくやっぱり勉強させていただいてますので。日々。あ、そうですか、はい、やっぱり変わりました監督して。チームですか、うん、チームは、うん、そうですね、まあ、ただ昨年度から選手として、はい、登録して。あ、そうですね、はい、やってますので、まあ、そういった中で監督という形で就任をして、非常に選手たちにとっても、はい、プラスなことがいっぱいあると思いますので。なるほどなるほど、はい、これ浅田さん、浅田選手後半出場あるんじゃないですか、シーズンの。全くやる気ないですね。はい、やる気はあるんでしょ。全く選手としては、はい、浅田さん何年前までこうプレーヤー、南葛 SC の前身葛飾ビットワードで何年前までこうバリバリやってたんですか。10年ぐらい前ですかね。10年ぐらい前、はい、でその後監督も務めてるんですよね、実は。いやいや、もう監督はその前からやってた、ね、プレイングマネージャー的な。もうだから、はい、20年ぐらいですか。あ、もうそんなに？なりますね。大御所ですね、浅田さん。ね、若き監督兼プレイヤーとして。だからもうやりたくないです。今はじゃあ選手としてはやりたくないですね。コーチとしてこう監督と選手をつなぎながら。そうですね。兄貴的存在ってことですよね。まあ福西監督を支えられるように、ね、はい、そうです。いいコンビでいいと思うんですよね。兄貴的存在っていうのは僕が思うに間に入ってねつなぐ。だ選手にもちょっといじりいじられみたいなこともありますから、ちょっとぷくっとしてるぐらいがいいんじゃないですか。いやー、いやー、全然ちょっとじゃないですかみたいな方が。
けど、ね、まあ、外人にも頑張り屋、頑張り屋だから頑張っちゃうんですよ。そうですね、頑張ります。もともとがストイックだからね。はい、はい、何ですか、ブラジル人にもちょっといじられますんで、少し痩せたなとか。あ、そうです、言われますね。俺びっくりしたの、この間立石の商店街でほら、あのブラジル人のアンジーがさ、自転車乗って、はいはいはい、ね、皆さんも声かけてあげてください、はい、あの辺ね、自転車でブラブラしてるのから、はい、住んでますからね、はい、あ、浅田さんみたいなさ、アンジー来てさ、浅田さんが今日はなんだ、ここからどこ行くの、あ、この後練習、あ、そうなの、 OK、 頑張って調子で足大丈夫、治ったみたいな、ちゃんと会話してんすよ、浅田さんが。ブラジル、ポルトガル語ですか、あれ。いやいや、ポルトガル語喋れないですけど、なんとなくジェスチャーとなんとなくフィーリングで、もう3年接してますんで、ブラジル人も、はい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 、なんとなく話になってるのかなってないか分かんないですけど、確かに日本語も英語もポルトガル語も喋ってなかったです、2人とも。はい、まあなんかよくわかんない言語が、すごいね、OK、はい、ぐらいの、まあだけど、いや、でも全部こと足りてたもんね。わかりますよね。僕が何か言おうとしてやっぱ伝わんないですけど、浅田さん全部通じてたから、すげえなーと思って。あれがサッカーですね。そうです、まあまあ日々一緒にいますからね、言っても。そうですね、はい、そういう意味でコミュニティ、新しいいろんなコミュニケーションスキルもね、そうですね、してということでございますので、はい、というわけでお時間でございますので、浅田さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、毎週南葛AC の情報をお送りしていきますということで、今週末は28日でございますね、はい、社会人リーグの第4節、東京都一部でございますね、ジョコ世田谷戦がアウェーでございますということで、詳しくホームページの方をご覧いただきたいなと思っております。はい、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございます。一緒に聞いてください。井上山でした。浅田でした。来週も頑張れ南葛 SC。